ヒュルホルストは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、デトモルド行政管区のミニコールリュベッケ軍に属す、町村である。ヒュルホルストの地形図町域は、ノルトラインベストファーレン州北部、オストベストファーレンのミニコールリュベッケ軍南部に、位置する。自然に基づく、地域区分では、ラーフェンスベルク盆地の丘陵に位置する。町域の北側は、エン山地であり、 その両線が、リュベッケ市との境界をなしている。両線の延長上、西部は、プロイシジュオルデンドルフ、その外側の南西は、レーディングハウゼン、東部は、ヒレトの境界にもなっている。この山地の最高峰である海抜320メートルのハイトブリンクは、ヒュルホルストと、リュベッケの市境にあり、その山頂は、両者で共有している。 315メートルのクニーブリンクは完全にヒュルホルストの町域内に位置する。しかし、町域に属しているのは森に覆われたビーエン山地の幅200から500メートルの狭い予備場の地域である。この地域は典型的な軽道近い山地であり、北に向かってはなだらかであるが、南は険しく切り立っている。ビーエン山地を越える重要なルートはカーレンバルトと ライネベルク付近を通る連邦道 B239 であるが、どちらも事実上決定的な山越えのルートではない。町域の大部分は、ほとんどを占める丘陵と中央部の盆地からなるラーフェンスベルガー盆地の一部である。多くの人の手によって開墾された谷が唐突に現れる。有名なのはビュッテンドルフ地区、ヒュルホルスト地区、 オーバーバーガーシャフト地区の境界付近、小さな村ホプリンクの南に伸びるナハティガレンタールである。ヒュルホルストの町は、町域全体が南に向かって連続的に傾斜している。このため、町内の水は南のベレ川に向かって流れている。町内の主な支流には、メンニヒヒュッファー、メーレンバッハ川と、さらにその支流であるテンゲルナーバッハ川がある。 南のふふふ線付近で、この町の高度は、約65メートルまで低下する。最寄りの都市には、ビーレフェルトやオスナブリュックがある。町域面積は44.73平方キロメートルである。町域の町軸は、ビーエンサン地沿いに伸びている。東西軸の最大長は11キロメートルである。一方、南北軸のそれは、約5キロメートルである。 肥沃な王土の土壌は古くから集中的に農業を進行させてきた。それ以外の峡谷やビーエン山地には森林が残っている。ビーエン山地の針葉樹林とは異なり峡谷部は主に針葉樹と紅葉樹の根光林である。こうした森は地元の人にブッシュと呼ばれる。霊物種などがその霊である。峡谷の大部分は草地で、 放木地として利用されている。オードに覆われた高原は、エン山地の山林に接するまで利用されている。土地利用の概要を以下の表に示す。隣接する市町村は、西から時計回りに、プロイシシュ、オルデンドルフ、リュベッケ、ヒレ、バート・エンハウゼン、レーネ、キルヒレングルン、ビュンデ、レーディングハウゼン・ヒュルホルストの基本条例1によれば、この町は、 以下の地区からなる。人口は2006年12月31日時点の数字である。出店ヒュルホルスト町これらの地区は、かつては独立した町村であったが、ビレフェルト法に基づき1972年10月24日から1973年1月1日までの間にヒュルホルストに合併したものである。 かつて、ノルトラインベストファーレン州で最も小さな、町村であったフフツンは、地区とするには小さすぎるため、テンゲルン地区に編入された。ヒュルホルストの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と、大陸性気候との変わり目に位置することや、ラーフェンスベルガーボンチに位置することによって支配されている。この地域は主に海洋性気候なのだが、 時折大陸性気候の影響を受けている。冬は大西洋の影響により比較的穏やかで、夏はほどほどに暑く、降水は比較的平均している。年間平均気温は約摂氏8.5度で、これに高度が影響を及ぼす。エン産地の高い場所では、これよりも約摂氏0.5度低い。降水については盆地であることが、 決定的な影響を及ぼしている。トイトブルクの森やエッゲ山地が、ラーフェンスベルガーボンチを大西洋から南西の風に乗ってやってくる、湿った前線から守っている。平均年間降水量は約750ミリメートルである。実際の測定値は、隣接し、同様の自然環境にあるレーディングハウゼンのそれとほぼ同一である。 現在の自治体としてのヒュルホルストは、ビーレフェルト法に基づいて1972年10月24日から1973年1月1日までの間になされた市町村再編により成立した。現在、地区となっている、旧町村は11の13世紀に初めて記録されている。取り壊された、ライネベルク上跡地の入植地が発展した。 この旧アムとイムライネベルガーフェルトは1723年から1807年まで存続しプロイセンの民伝公領に属した。1648年に民伝指教領は世俗の民伝公領となりプロイセンの一部となった。1807年から1813年までこの地域は事実上フランス領となった。 はじめは、ベスト・ファーレン王国の一部となり、1811年からは、フランスの直接支配下に置かれた。フランス時代の終焉後はこの地域は、プロイセンのビュンデ軍に属した。同軍の廃止に伴い、現在の長域にあたる地域は1832年に、ガーデン軍に編入された。1843年には、現在の長域は、行政技術上、 アムト・シュナート・ホルストとして行政共同体を形成した。法律上9つの構成町村は完全に独立を保っていた。1973年の自治体再編以降、旧アムトで形成された新しい大きな自治体は民イコール・リュベッケ軍に属すこととなった。町名としてライネベルクという名も検討されたが却下された。 肥沃な黄土地帯に位置する、この地域は昔は、ほぼ完全に、農業従事者ばかりの村であった。これに初めは、副業収入として、繊維産業が発展した。家内製手工業によって、アマから、ラーフェンスベルガー来年として知られる布へと、糸が紡がれ、折られていった。しかし、機械食器の登場とともに、この事業形態では、採算が上がらなくなっていった。 1860年頃からヒュルホルストを含むラーフェンスベルガー地方ではタバコ産業が流盛した。この産業は第二次世界大戦後に衰退した。遅くとも民伝主教領の世俗化され、それと同時にプロテスタントのプロイセンによる統治が始まった17世紀から、この地域では完全にルター派が優勢である。シュナートホルスト、オーバーバウアーシャフト、 ヒュルホルストに、それぞれの教会がある。ヒュルホルストの教会の起源は1510年に、遡る。教会に関連するものとしては、1310年のミサ、天礼書についての記述があり、これに基づいてヒュルホルストは1960年に650年祭を、祝った。この他に、オーバーバウアーシャフトには、バプテスト兄弟会がある。 この町の宗教分布を示す間接的な数値として市内の学生に対する宗教調査結果がある。これによれば約70%がプロテスタント、カトリックとイスラム教徒がそれぞれ4%ずつ。16%がその他の宗教を信仰しており、6%が無宗教であった。現在の自治体ヒュルホルスとは ビーレフェルト法に基づいて1972年10月24日から1973年1月1日までの間に実施された地域再編によって成立した。これによりアムトヒュルホルストの町村が合併したのである。現在の8地区のうち7地区が独立した町村であった。テンゲルンはかつて独立した自治体であった夫婦線を併合して拡大した。 ヒュルホルストには公式の町区はない。ヒュルホルストの町議会は32議席からなる。ヒュルホルストの町長はベルント・リュールプである。彼は2015年9月13日の選挙で52.3%の票を獲得して初当選し、2009年8月30日の選挙では64.0%の票を得て3期目に入った。 彼は2015年10月21日から町長に就任している。町の旗行政管区長官は1973年10月15日にこの町に対して紋章の使用権を認可した。紋章は基本条例に適定されている。金字と赤字に上下に分割。上部は中央に浮いた形の二本の塔と壁を持つ赤い城。下部は 金の針型十字と四つの玉。この紋章は、1938年に制定された、アムト・ヒュルホルストの紋章と同じものである。紋章に描かれている城は、町内の北部にかつてあり、18世紀に取り壊された、ライネーベルク城を想起させる。下部は、トリッベと呼ばれるシュレン家の家紋を示している。この一門は14世紀から風前所領によった。 街の旗は赤から木の横島の上に中央旗座を寄りに街の紋章が描かれている。町内には二つの演劇サークルがある。オーバーバウアーシャフト地区カーレバルト3にあるカーレバルト屋外ステージでは主に定置ドイツ語作品が上演され、CVJM ヒュルホルストの創作グループヘライニシュパツイルトが毎年ミュージカルや演劇の公演を行っている。 1910年に設立されたヒュルホルスト郷土博物館は町の歴史や町内からの考古学的出土品を展示している。1989年に私的なコレクションとして整備されたオーバーバウアーシャフト博物館の展示品には地元の家具、農民小族、集落の歴史を示す絵画や文書が含まれる。1997年に開館した シュナートホルストガング博物館は、90平方メートルの展示スペースに500体の人形、ドールハウスやその家具、さらには合わせて1200台の自動車、蒸気機関車、鉄道の模型、ブリキガングや絵本、1830年から1975年の遊具が展示されている。NRW 合詞小協会に加盟しているのは、クロッシング・ボイシーズ・アールゼンライ・ネベルク、ゲミシュテ、 コール・オーバー・バウアー・シャフト・ EV および、ハイマート・フェライン・ジング・クライス・アール・ゼンライネ・ベルクである。その他、教会組織の中に、ブラス・アンサンブルや、教会合唱団を有するものがある。また、町内には、子供音楽学校がある。風前水車・風車水車、馬引き車・ヒュルホルスとは、各種の自然動力による粉引き車が揃ってある。 ミニイコールリュベッケ郡内唯一の自治体である。教会ヒュルホルストのアンドレアス教会町内唯一の自然保護地区がベンクヘイファーブルフである。この自然保護地区は約9.2ヘクタールの比較的小さなもので1998年に指定を受けた。ビュッテンドルフ近郊のミューレンバッハ川沿いに位置する。粘土採掘によって形成された。 清水面やミューレンバッハ川を取り巻く水辺、湿地の植物群がその中心をなす。周辺部では、湿潤な緑地が保護されている。このビオトープには、数多くの両生類、トンボの仲間、ヨシアスゲが生息している。町の北部には、テッラ・ビータ自然公園がある。ミンイコールリュベッケ軍当局は、ヒュルホルスト町内に4つの自然文化財を、 指定している。HSG ヒュルホルストは、民イコールリュベッケ軍で最大のジュニア部門を、擁している。HSG 男子第一チームは、フェアバンツリーガで、女子第一チームは、ランデスリーガでプレーしている。その他のクラブには、トゥステンゲルン、SV ヒュルホルストオーバーバウアーシャフト、SV シュナートホルスト、SV ブラウバイオーバーバウアーシャフト、 ホルゼナースポルトフェラインがある。シュナートホルストとテンゲルンにはテニスクラブがある。1933年からオーバーバウアーシャフトでは強度収穫祭が開催され5年ごとにパレードが行われる。テンゲルンのメーデーは1950年から毎年5月1日に開催されパレードが実施される。第一アドベントには 1983年から、毎年ブンてアドベントシュトラーセ・ヒュルホルストが開催される。シュナートホルスト、シュトルクホーフ駅を移した1900年頃の絵はがき現在、ヒュルホルストの街は、鉄道網に接続していない。かつては、キルヒレンゲルンからヒュルホルスト・テンゲルン、ヒュルホルスト・シュナートホルストを経由して、ヒレに至る、狂気鉄道があった。 この狂気鉄道は1930年代に再三性不良のため廃止され、その後完全に撤去された。連邦道 B239 号線が町の西端を南北に走っている。ヒュルホルストからレーネ、バート・エンハウゼン、リュベッケへのバス路線がある。個々の地区間はアンルーフバスが結んでいる。 ヒュルホルストは、オストベストファーレンリッペ交通連盟に加盟している。ヒュルホルストでは、ノイエベストフェリシェとベストファーレンブラッドが、ヒュルホルスト向けのローカル面を持つ、地方紙である。ミンイコールリュベッケ軍向けのローカルラジオ放送が、ラジオベストファーリカである。シュナートホルストの旧消防署この町の消防団には、約130人の団員がおり、ヒュルホルスト、 オーバーバウアーシャフト、ホルゼン、シュナート・ホルスト、テンゲルン、ブレーダーハウゼンに消火班が設けられている。これらの消火班は合わせて9台の消防車を有している。総合学校の学生食堂、カフェテリア、公道はパーティーや情報交換会に利用されている。この町には基礎家庭学校が5校と総合学校が1校ある。この他の学校は 近隣の市町村へ通わなければならない。2007年時点でヒュルホルストの学校には合わせて126人の教職員がおり、生徒数は合計1868人であった。生徒の34.5%が基礎家庭学校、65.5%が総合学校の生徒であった。この町最大の雇用主は約300人の従業員を要する。 コンピュータ製造業者のボルトマン AG である。この町で産出する粘土はレンガの原料として利用されている。マイヤーホルゼンシャワー145年も前から町のデーバンガンを原料にして屋根瓦を製造している。ドイチャ・ブルリッツァーはヒュルホルストに本社を構えている。この会社はジュークボックスや自動販売機を製造しており、 アメリカのギブソンギターコーポレーションの参加にある。ケニヒ g m b h c e o は2010年12月に創業30周年を迎える。家具の表面材製造メーカーでサートコ SE の一部である。ヒュルホルスとはおそらく長名の語源であろうと考えられる西洋ヒイラギにちなんでイレックスシュタットと自称する。ヒイラギの葉は 公式な街のシンボルであり、街中至るところで目にできる。記述のイレックス晴れのほか有限とカフェイレックスや、指定のイレックスハウスなど、その名を冠したものも多い。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。